李氏朝貢冒険家マジで言ってんの。冒険家普通にレオに対して強いんよな。暗号機守りもしにくいし、パペットすぐ解除されるし、小さくなってたら反応せんし、分身もパペットも誰でもいい。義士の方がいいか。奥見てシルエットないね。冒険家かな、ワンちゃん。義士戻ってこない。超腰折るな。一撃強要する。もうロボット出してるね。ロボット多分義士小屋から来たんかな、シンポジかな、どっちやろう。これ板もらってもいいよ。うーそー、今の読み勝ちしたのに。最近これはいいな。冒険家が地図拾ったな。3台奥回ってますね。これ救助来るの時間かかるね。地下よりも即釣りへ。傭兵がゲート前か。なるほど。魂2つあるから DD 以上やな、確実には。取りたい。ちょっと微妙にこれ。うわ、出したままでよかった。あ、でも半分超えるわ。でか、強気に行く。あ、一旦遠ざかる。代わりに救助来るんか。地図どんだけ使ってるかがわからんねんよな。地図で一気に持ってかれるからさ。回復間に合わせ。間に合うか。傭兵コテ全部履いてるか。加速ダウン。うわ、地図拾ってるわあいつ。冒険家やば。今地図使ったな。うわー、下手くそ。ゲイでかい。ちょ、ほんまにマジで最近この空振り多すぎ、下手くそ。冒険家そこか。傭兵騎士会入った。分身出して、行こい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 、分身
もう一回、もう一回、傭兵来るで。いたわる時間ないぞ。はい、やっていく。これはアーテンディ。冒険活路、冒険家地図持ってる可能性あるから、無理やり通電されて3通電されるってなったら、もうこれで釣ったら地図も落ちてないんで勝ちですね。鬼没もあるしね。わかんね、全然わからへん。FPS 用のヘッドホンやのに全然方向わからんかったぞ。うらっ、翼つけてない。マジ？なんで？翼つけたって。そんな絶対無理やん。もう、かす。遅すぎるって。おい！おい、貸すやろ、マジで。やば、最悪。おい、舐めとんか、お前。一撃。え、これ、心眼救助くんの？え、どういうこと？オフェンス来へん？え？どうしたし、心理。どうした心理。お前ドリル2つついたぞ。これドリルって加算式なんかな。半分超えたで。ふっ、一撃、二撃。おる。よし。一応板割っとこ。よいしょー。おっせー。ちょっと離れた場所釣るか。そこおるな。通常殴れてた。いや、翼欲しかったな。おっと旋回タックルしてきた。 DD になっちゃったな。よしよしよし。いや待てよ、もう一気に全体使うけよ。ドリルでめっちゃ遅くなってるからな。心眼にぶち込むわ、ドリル。おいしおっしゃー、ピエロの鬼没好きやわ。ドリルって何パーセント遅なるんやろ。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。